ただいま。やっていきましょう。イース8、ラクリモサオブダーナちゃんですね。やっていこう。貝殻ってか星肉みたいになってんな。はい、ということで、ハシビロ様の霊圧がここから消えているので、ちょっと怖いですが、不可解ですが、聞いていきましょう。パロよ、お前はまだまだ伝令役として力不足だ。さあ、私の言葉をよくよく覚えるのだ。耳をかっぽじってよく聞け。耳をかっぽじってよく聞け。俺様の命令が聞けないのか。俺様の命令が聞けないのか。にっしっし、上出来上出来。きっとドギがびっくりするに違いない。あ、そこを言うんじゃないの、そこを言うんじゃないの。にっしっしーってパロが言うかと思ったけど。耳をかっぽじってよく聞け。俺様の命令が聞けないのか。覚えちゃったな、覚えちゃったな、パロ。パロ、あ、アドルだ。やつの髪は帰り地で赤く染まっている。なんてね。どういうこと。クイーナが壊れだした、クイーナが壊れだした。ちょっとやばいな、クイーナが崩壊し始めている。アドルの髪の毛の色は今まで倒してきた者たち帰り地なのかな。みんな血は赤かったのかな、そもそも。あ、そうですか。はい、シスター、シスター、クイーナさんをどうにかしてください。クイーナさんは本当に天真爛漫ですね。彼女を見ているとここが無人島であることを忘れてしまいそうです。グリークの教会にいる子供たちも元気でしょうか。なんだか懐かしくなってきました。どうなんだろう、子供たちが今のシスターを見たら、え、スカート短みたいな、そういうこと、髪長、スカート短みたいな感じにならないかな。大丈夫かな。とか、クイーナはね、クイーナはもはや何やっても許される気がするからな、なんか、クイーナ免罪符がある気がするからな。はい、ああ、トマトに。あの船を沈めた怪物の居場所が分かったんだって。アドル兄ちゃん、気づいてると思うけど、あんな、巨大な怪物を倒すのは簡単じゃないよ。俺の計算だと、そもそも船じゃあいつの速度に追いつけないし、倒すんならそれなりの作戦がいるんじゃないの。ま、とりあえずは見つけるのが先決だろうけどさ。あ、頭いい子だな。種よろしく。はい、ほい。さあ、これで結構農場も賑やかにはなってきたんだけどね。ただまだ2スペースぐらい空きがあるんだよな。てかセイルン麦作ってくれませんか。あと蜂蜜も生産してくれませんか。まあロケーションスポットに飛べるようになったんで蜂蜜は結構回収できるんだけど、ね、あんな怪物正直簡単に倒せると思えない。うん、あ、それだけか。そっか、じゃあここだけ回収しておきましょうかね。ヒュンメルの話で向こうに飛ばされたけど、ヒュンメル、うん、ここはいいのか。じゃあサハドは、あー、さほどに渡してないのか。渡すか、はい。アドル、これどこへ手に入れたんだっけ。わかんないけど、あれ前誰かに渡せないなっていう、誰だろうと思って女性陣じゃねえなっつったらさほどだね、これ。お、あ、こいつをくれるのか。ありがとうよ。こいつは珍しい神女性だ。船乗りの間じゃ幸運を呼ぶなんて言われてるんだ。うん、これほど粒が大きいのはわしも初めて見るぞ。ダビアへの、あ、奥さんね、贈り物に良さそうだな。サハドの声が未だに落ち着いていない。ダビアって誰。ああ、娘さんだっけ。いや、奥さんじゃない。ダビア、ティティ、どっちだ、どっちがどっちって聞いたことある。奥さんじゃない。お、え、そうだよね、言ってなかったか。うちの神さんだ。黒髪が綺麗な別品なんだがな。ああ、いいっすね。変わり者なところがあってな、母ちゃんね。それなりの良気の出だってのに、わしなんかのとこに嫁いできちまったんだ。いつも優しくておおらかで、正直、わしにはもったいない人だぜ。普段ろくなことをしてやれんが、この真珠は喜んでくれるかもしれんな。一度会ってみたいな。
馴れ初めが知りたいな。馴れ初め教えてよ。ダビアと知り合ったきっかけか。なんてことはない。ダビアが乗っ取った客船が大嵐に遭遇してな、沈みかけてるところを偶然見つけたっつうわけだ。あ、まさに運命の出会いみたいな感じだね。ガッハッハ、まさか後になって田舎の島まで嫁いでくるとは夢にも思わなかったかな。ともあれ、いい土産ができたぜ。こいつを渡すためにも頑張らねえとな。ガッハッハ。最大ね。ってことはイベントがあるのか。じゃあイベント行こっか。はい。うん。年会、年会、まだってこと、まだってことか。ああ、そうですか。ちょっと意外だったな。これ先生たち聞いたっけ？これ聞いたよね。うん。とりあえず薬は作って。あ、もういいのね。じゃあミイラルーダさん。オケアノスの打倒と船の建造、目標が決まった後は突き進むだけね。私は私でじゃんじゃん料理してみんなの力にならないとね。うん、嬉しいけど食べる側が食べきれないくらい作っちゃいそうな。ミラルさん、ありきりすぎて。ああ、船に積み込めるように保存食とかにももたくさん用意しておかないと。ああ、そっか、そういうこと。塩漬けとか。ああ、それはありがたいね。てかそれ超重要だな、ビタミンとか。さあ働きまくるわよ。うん、ビタミン系取っとかないと解決病になっちゃうからね。目標が決まったら OK。 あ、待っててね、私たちの家族です。どうか待っててね、私の家族。うん、家族たち。なるほどね。でエアランって普通にも話したよね前回。うん、ディーナちゃんも話した。さあじゃあアリスンちゃんたちかな。子供の名前とかないのかな。おお、エドさんがいる、旦那さんがいる、クエスト出してる。あ、子供もいるんだ。あ、そう。はい。頼まれていた、何か頼まれた。まだ頼まれてないんだけど。アドル、ちょっといいかい。クエストを受ける前にバグってんじゃねえかい。先に渡そうとしちゃってる。実は今、赤ちゃんのために産着を仕立てているんだけど。必要な材料がいくつか足りなくて困っててね。ああ、二つね。ああ、陽光か。うん、まあ地獄で集めてきてるから大丈夫。どうにか用意してもらうわけにいかないかな。いいよ。はい。はい。ありがとう。これでようやく産着を完成させることができるよ。よし、仕上げるとしよう。そんな、牙使うの？爪使うの？爪の使い道はよくわからんけどな。こうしてエドは途中まで進めていた産着の仕立てを再開すると、ミールも鮮やかな手つきであっという間に完成させるのだった。そうだね、旦那さんの手伝い来たもんね、アリスンちゃんは。旦那さんの方がうまいって言ってたもんな。これ完成したの、あの赤いやつかな。赤いやつだね。立派なおべべだこと。素晴らしい仕上がりだね。とても似合ってるね、とても似合ってるね。かわいい。うんうん、それにかわいさ、かわいらしすぎる。男の子女の子。あなたったら。ちなみに赤には魔除けの意味もあるんですが、それよりもアドルさんを想起させると、忘れるということで決めさせてもらいました。そういうこと。これ返り血らしいんですけど、クイーン曰く返り血らしいんですけど、いいですか。あの子にも返り血ついちゃったよ。あ、この子にはぜひ君のように勇敢に育ってもらいたくてね。男の子かな。あとこれはアリスンとも相談して決めたことなんだけど。おい、ちょっと待って、名前から一文字もらうとかやめろよ。いいかい、アリスン。え、もちろん。アエヤとか言わないよね。アドルからアをもらって、エドからエをもらって、アリスンからアをもらって、アエヤアエヤちゃんとか言わないよね。よし、じゃあアドル。あ、おえ、俺がつけんの。どうかアドル、この子の名付け親になってもらえないだろうか。そんなバカな、それは恐れ多い。そんな二人のお子さんの名付け親って、マジか、マジか、責任重大だな。大役を感じさせてしまうのは重々承知なんだが、アドル、君は紛れもなく
僕たちの家族の恩人なんだ。だからどうしても君にお願いしたいんだ。マジか。どうか私からもお願いします。もうちょっと髪の毛が明るければな。空色だったらな、ユーノってつけるんだけど、ユーノってつけるんだけどな。やった、ありがとう。アドルさん、ありがとうございます。アドル、君が思いつくの、俺がつけるの、どっち思いつくのか。あ、早速思いついたかい。どんなんだろう。流星村の希望、ホープはどうかな。流星村の光、ルークはどうかな。ルークかヒーローを目指し始めちゃうな。ルークはヒーローを目指し始めちゃうけど、ホープはホープレイだな。てかこれキラキラネームだな。ホープはルークの方がまだあれだな。ルークもどうか。ホープはキラキラネームに近い気がするな、日本語でつけちゃうと。ルーク、男の子なの女の子なの。男の子ってこといいのかな、勇敢ってことは。じゃあルークはどう、後アーロンとかと出会うことになるんじゃないのかな。タクトとかチュズレイとか出会うことになるんじゃないかな。ルークか。素晴らしい名前だ。ええ、本当に。ああ、ルーク決まったね。喜んでるからよしとしよう。この子も気に入ったみたい。ああ、よかったな、ルーク。それにしても漂流村の光か。そうだね、ちょ、希望はあまりにもちょっとね、後の人生を考えるとホープはちょっと行き過ぎかなっていう気がしたんだ。僕らだけじゃなく、ハドルたちにもそんな風に感じてもらえるなんて。え、こんなに幸せなことはないわ。ハドルさん、改めて本当にありがとうございます。僕からももう一度礼を言わせてくれ。本当にありがとう。これからもルークを含めて僕らのことをよろしく頼むよ。はい、名前がつけれるってことだね。ああ、フェザーソックスね。これはありがたい。ルーク、ルーク大丈夫か。ヒーローとか目指したくならないか。大丈夫か。キュー、汗だけか。なるほどね。しかしアドリア、皆さんには本当に世話になりっぱなしだな。まさかこの島でこんな幸せなことが起きるだなんて。人生一度は漂流してみるのもだね、してみるものだね。どうかなそれ。それどうかな。まあ、滅多にない体験ではあるだろうけど、なんか割とアドル漂流してそうだけどね、前のやつでも。ルーク、よかったわね。とってもいい名前をもらえて。キャッ、アドルさん、本当に素晴らしい名前をありがとうございました。感謝の言葉もありません。そっか、名前つける前の話聞いてみたかったな。そこがロストしちゃったな。難しいな、話しかけるじゃん。さあ、で、増えてるんでしょうね。そうだよね。フォークウィング。フラッシュムーブ中の攻撃で、うわ、これ強え！これは強いぞ。ああ、名声値ね。名声値ある。てか、これ変えるようになんのかよ。これ変えるようになんのかよ。ああ、これ強くねえか。これ強えな。これ純粋に強えぞ。ああ。おわあ、フェリックスを超えてきた。フェリックスを超えてきた。技術師。技術師か。うわあ、強い、どんどん強いアイテムが、強いアイテムが続々登場している。これが、これが、五分なのか、第五分ということか。うわあ、強い、ついに俺が持ってるやつに追いつき始めている。追いつき始めてるな。うわあ、強え。尋常じゃなく強え。250 HP か、これは。88上がるのか。これは強いな。これは強いな。ぜひ欲しいな。回避率15もやべえよな、このゲームにおいて。そっか、なるほどな。うわー、すーごいいいの作ってくれるようになったな。旦那さん、エドさんが増えたんで強化されるんだろうなっていうのはなんとなく察しがついてたけど、すごいな、エドさんの力は。あれ、ラクシャちゃんここにいるんじゃないの。あ、違うんだ。またいつも通りなんか役職決めしてるかと思った。そういうんじゃない。
何これ、何これ、何このみんなのフルセット。シルビアさんだけ浮いてるし、なんかいまだになんかシルビアさんから行くか、いまだになんかこう海となんか自然と戦おうとしてんだけど、シルビアさんどうだよ。シルビアさん最近どうよ、シルビアどうよ。俺の剣も結構良くなったと思わないね、支援の帯が出てきてると思わない、どうよ。これからオケアヌスの住処を探しに行くそうじゃないか。まあ住処を見つけた上でどう対処するかは考えものじゃがな、いずれにせよいよいよ決戦の時は近そうだね。そう思うととてもじゃないが落ち着かないよ。あなた来てよ、素材集めとかに使っていい人じゃないんだけど、その役職に甘んじていい人じゃないんだけど、町はドギが守ってくれるからさ、シルビアさんは攻めに出てくれないから。この西部にいた頃も相手が強敵であればあるほど気持ちが高ぶったもんさ。アドルだってこの気持ちわかるだろ。強戦士だな。アドルは別に強い敵と戦いたいわけじゃなくて、未知を探索したいだけだと思うんだけど、冒険したいだけだと思うんだけどな。アシビル様、先輩と後輩でなんか喋ってますね。アシビル様からいくか。てい、すごい、ひとっ飛び、パイセンも一緒にどうだ。ぶぅ、私には翼がある。そっか、残念。うえ、一度くらいなら体験するのもいい。なはは、先輩優しい、大好き。なるほどね、なるほどね。ああ、これさ、漂流物で落ちてたんだよ。これ漂流物で落ちてたんだけどさ、で下巻だけ来るって何なの。あ、てか上巻持ってたんだっけ、上巻持ってんのか、部屋にあったか。そういえば騎士道物語アドルはリコッタにワルクス物語下巻をプレゼントした。ワルクス物語、リコッタの好きな本、続き気になってたけどどこにもなかった。アドルに感謝、リコッタとても嬉しい。いいけどそれ漂流してきたやつだから完全に濡れてると思うんだけど、どんな話なんだい、どこが好きなの。どんな話。マルクス、妻と子供のため頑張って戦う、どんな困難でも家族のために乗り越える、これ読む、家族の大切さがわかる。リコッタも家族のため、漂流村のみんなのため頑張る。僕も一緒に守るよ、兄としてリコッタを守るよ。アドル兄が守ってくれる。すごく嬉しい。パイセンがいるからね、近くにパイセンがいるからね、変なこと言うと食われるからね。もらった本早速読む、読んだらまとめてアドル兄にも貸す。おお、最大ね。はい、どんどんアドルが強くなるな。なはは、パイセン優しい、大好き。ああ、特殊イベント起きないのか、タイミングまだなのかな。パイセン、どうすか、お魚食べますか、いいの釣れましたよ。あ、結構釣れてるな。どうすか、この毒々しい感じ、クイーンボレ、女王っすよ、ボレの中でも女王っすよ。ぐえ、あ、満足してくれた。あー、なんだこれは、苦い薬か、今更だぞそれ。それは今更やぞ。パイセン、どうすか、まだ満足はされませんか。はい、どうすか、これめっちゃでかいですけど、どうすか、馬出すか。これでも結構魚釣ったよね俺、24匹中割と釣ってると思うんだけど。そうだよね、あと6匹か、これはいけそうですね。あと1匹探すのが大変とかだろうな。どう、お、おや、アドリオ、海賊のメモを持ってるようじゃな。あ、そっち、そっちが反応すんの。わしも以前海賊の足取りを調べていたことがあってな、言ってたよね。それは参考になりそうじゃ、よければ譲ってくればいいか。え、ちょっとリードさんいたけど、その話してないの。もちろんです、何か分かりそうですか。知らんぷりするか。付き合わせれば当時の状況がつかめそうじゃ。リードの公開日誌にもあったが、あ、それ話したのか。海賊たちは相当な辛酸を舐めていたようじゃな。だが彼らの残した海図のおかげで
わしらは巧妙をつかめたというわけだ。連中の苦労を無駄にせんためにもしっかりやり取れるとしようじゃないか。そうだね。タータスの言葉にアドルもしっかりとうなずき返すのだった。でくれるんか、くれるんか。え、これもうほぼマックスじゃない。あ、巨大な音敵。うっはっは、賭けはわしの勝ちじゃな。ドギよ、上毛のラム酒で頼むぞ。最近最高級の品が流れ着いたと聞いとるしな。ああ、わかりましたよ。たく。腕相撲で負けたのは久しぶりだぜ。ターナちゃん入ってそう。腕相撲大会やってる、ターナちゃん入ってそう。ところで、例の話は具体的にはどうすればいいんで。うん。大体の目星はつけてあってな。ちょいと付き合ってくれるだけでよい。なるほど。合点でした。なんとか時間を作りますよ。何の話？何の話？腕相撲、アドルもダーナと腕相撲をしてみるか。勝てたら何でも言うことを聞いてやるぞ。何でも言うただいま。腕折られそう、腕折られそう。ダーナちゃんとやると、あーだけいっぱい出てる。アイアンナックル惜しいの時、これ惜しいの。それよりお前浮気の方がいいんじゃないの。アドル、はい。へえ、随分疲れ込まれたラックルじゃねえか。てかお前の好感度最初からマックスになってるよ。どんだけ長い付き合いしてんのよ、エイトまで。しかも不思議と手にしっかりくるぜ。てかセブンで出会った可能性もあるのか。つい最近出会ったばっかの可能性もあるな。でも間違いで、こいつはなかなかの使い手の獲物だったみてえだな。そんなことがわかるのかい。海賊の亡骸から見つけたんだ。こっち行こう。なるほどな、納得だぜ。へっ、とにかくこいつはいい。早速火事場で強化してもらうから。あれ、闘技強化イベント。そうすりゃ古代史にだってがっつり対抗できるはずだぜ。ヒーロー金ですか。そうだ、腕試しを兼ねて久々にお前の探索を手伝うってのは。あ、来てよ、来て。うん。おう、そういえば日持ちのする食料集めを頼まれとるんじゃった。やめろタナトス。北部にいい場所があるんじゃが、ドギ、後で付き合ってくれんか。ドギはプレイヤブルキャラで使えないのか。おいドギ、ロボか。船の船脱出船の資材だが、やっぱり足りてねえぞ。手が空いたら顔を出せ。次の分担を決めるぞ。忙しいな。急になおか。トキー、なんか見つけた。ちょっと見張り台まで来て。大人気だな、お前。悪いな、アドル。こっちもいろいろと忙しくてな。さすが、頼られてるね。むしろ手伝おうか。そりゃ、お前がいれば百人力だが、あいにく、そう、助けはいらねえな。これでもお前とあちこち冒険をしてきた筋金入りの男なんだぞ。やっぱセブンじゃないっぽいですね。セブンよりもっと前からっぽいですね。あちこち行ってるもんな。村のことはこのトギ様にドーンと任しとけってんだ、まあ、こいともかくこいつがありゃ仕事もはかどりそうだぜ。アルドル、ありがとよ。有効に使わせてもらうぜ。マックスね。最初からマックスなってるよ。お前が好感度下がってるのはおかしいだろ。ああ、別になんかあるわけじゃないんだ。よう、アドル聞いてたのか。この俺様が女に腕相撲で負けたなんて話、みんなには内緒にしといてくれよ。負けたのか。ダーナちゃん強いな。それより大穴の調査は頼んだぜ。オケアナスの野郎をどうにかしなきゃ、俺たちの船も宝の持ち腐れだからな。なるほどね。どうしよう、ちょっと時間確認しますね。結構来てる気がする。もしかしたらここで一旦切るかもしれません。ありがとうございました。ありがとうね。切る気満々。